J リーグ時代から三笘薫は最強だったけん。タッチがマジで上手すぎる。この時は J リーグでしか通用しないって言われたけど、世界レベルだったね。緩急と距離感がすごく良い。オリンピックあたりまで結構 J 戦だのいろいろ言われてた気がするけど、海外に行って成長して実力でそういった意見をねじ伏せる三笘好きすぎる。やはり一番の強みは一瞬で加速できるスピードだと思う。次にボディフェイントを含めた緩急、すごいの一言。 J の時は和製フェリックスって呼んでたけど、和製カカだな。敵も味方も三笘についていけてないんだな。すごすぎるわ。三笘の動きの範囲や突破方向を味方が予測できるようになることが課題だよね。速度も突破力も尋常じゃないし、突破後の展開も常識じゃ考えられない方向に開いてることが多いから、周りの味方がスペースを追ったりとせず敵を呼び込んでしまったりが目につく。三笘のすごさも分かったけど、どんどん優秀な選手が国外のクラブチームに行っちゃう理由もよく分かった。三笘を使えるぐらいの選手がチーム内にいるか、張り合えるぐらいの選手が相手にいれば違うんだろうね。あの時の川崎のスタメン11人中6名が今回のワールドカップ出場してるからね。ほんとお化け物だった。うまいしか思わりと良い感じだけど、多分近くで見るとひげ濃いタイプなんだよな。せやな。